ルイス・スコラこと、ルイス・アルベルト・スコラ・バルボアは、アルゼンチンの元バスケットボール選手。イタリア・パラカネストロ・バレーゼの球団社長。リーガ各部で活躍し、NBA のヒューストン・ロケッツなどでも活躍した。首都ブエノスアイレス出身。ポジションは、パワーフォワード。1996年、地元ブエノスアイレスのフェロカリル・オエステで、プロキャリアを開始。1998年、スペインへ渡り、LEBに所属する、ヒホンに入団。リーガ各部昇格の原動力となった。2000年、各部の強豪タウセラミカへ移籍。2002年の各部初優勝をはじめ、ユーロリーグでも2000、01準優勝など長きにわたり、活躍を見せ、ファーストチームにも2度選出された。2002年の NBA ドラフトで、サンアントニオスパーズに全体55位指名を受けた。2005年にスパーズは同じアルゼンチン代表であるマヌ・ジノビリのチームメイトとして獲得するために契約解除を試みたが失敗し、ファブリシオ・オベルトを代わりに獲得した。2007年、優先交渉権がジャッキー・バトラーと合わせてバシレオス・スパヌリスとの交換により、ヒューストン・ロケッツへ譲渡され契約を結んだ。07から08シーズンの新人王投票では、ケビン・デュラントの545ポイント、アル・ホーフォードの390ポイントに次ぐ146ポイントを獲得した。また NBA オールルーキーファーストチームに選ばれた。2010年3月13日のニュージャージーネッツ戦で自己ベストの44得点を挙げた。2011年12月8日、NBA のロックアウトが終了する直前に、ロケッツ、ロサンゼルス・レイカーズ、ニューオーリンズ・ホーネッツとの間で、ゴラン・ドラギッチ、ケビン・マーティン、ラマー・オドムが、ホーネッツに移籍、パウ・ガソルが、レイカーズからロケッツに移籍、クリス・ポールが、ホーネッツからレイカーズに移籍するトレードの合意がなされたが、その夜他のチームオーナーからこのトレードに反対する意見が出て、デビッド・スターン NBA コミッショナーはこのトレードを無効と決定した。11から12シーズン、平均 15.5 得点、6.4 リバウンドを上げた。2012年7月13日、ロケッツにアムネスティ条項を行使され放出された。ロケッツはこの年、ドワイト・ハワードの獲得を狙っており、サラリーキャップを開けるための放出であった。ロケッツでの5シーズンでスコラは、平均 14.5 得点、7.7 リバウンドを上げていた。7月15日、フェニックス・サンズがスコラのウェーバーにクレームし獲得した。2013年7月27日、ジェラルド・グリーン、マイルス・プラムリー、将来のドラフト一巡指名権とのトレードで、インディアナ・ペイサーズに移籍した。2015年夏、FA となったスコラは、ユーロリーグを制覇したレアル・マドリードバロンセスト入りが噂されるも、引き続き NBA で戦うことを決意。7月8日にトロントラプターズと1年300万ドルで契約した。2016年7月12日、ブルックリンネッツと契約。翌年2月27日に解雇された。2017年7月9日、CBA の賛成紛糾、毛量愛玉クラブと契約した。2020から21シーズンをパラカネストロバレーゼでプレーし、2021年9月22日に現役引退を表明。同チームの社長に就任することが発表された。レギュラーシーズンプレイオフス、アルゼンチン代表として2002.2006 年、2014年、2019年の世界選手権に出場。2002年と2019年は銀メダルを獲得。また、アテネ五輪では金メダル獲得メンバーの一人である。北京五輪では銅メダルを獲得。ありがとうございます。